こんにちは、四国メタンです。こんにちは、処理水の放射線ズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。拳銃、放射線発射。風が吹くとき。福岡県警は機動隊員が訓練中に腰のホルスターから拳銃が落下、放射線物質トリチウムのガスが漏れたことを発表しました。原子力規制委員会には報告済みで、人体や環境に影響はありません。拳銃から放射線が出るのだ。詳しくは拳銃の付属品、照準部品ね。トリチウムは放射線物質だけど、威力が弱すぎて皮膚を貫通できないわ。ちょっと話それるけど、福島の汚染水もトリチウムじゃなかったのだ。大量に体内に取り込むとさすがに人体に影響があるわ。正直、あのセクシー議員のサーフィンには衝撃を受けたわ。以上、ビニール袋無料に戻せニュースでした。続いてのニュースです。キッザニア限定職業開催。フィーバーなのだ。ララポート福岡にてキッザニアの街を案内する観光バスや乳製品を取り扱うミルクハウスをハロウィン限定で体験することができます。また10月27日から10月31日は仮装して入場可能で、限定カプセルトイや缶バッジなどをいただけます。メタンは何のコスプレしていくのだ。私は成人してるから参加できないわ。ズンダモンは参加できるからどうかしら。じゃあ人間のコスプレをして参加するのだ。成人のコスプレはダメよ。ウプオモはキッザニアにも行けなかった貧乏について、皆さんはどう思いますか。よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。問題、この画像はどこ。答えは明日の動画で。チャンネル登録高評価よろしくお願いしますですわ。